気屋 YouTuber です。今回の動画はですね、僕のこの今身につけてる腰道具いろいろとリメイクしたんです。もともとがまあこういう感じだったんですけども、それがどのようにこういう風になっていったのか、かなりね時間もねかかったんでね、皆さんがこれから腰道具改造するなら参考にしてもらえたらいいと思います。一応こういう感じでね見えるでしょうか。ちょっとカメラマンがいなくて一人でやってるんで見せにくいんですけど、ニックスの腰道具を、まあ、色を塗ったり、紐つけたりリベットを打ったり、まあ、いろんなことしました。今は現場ではこっちの方ちょっと軽い方ばっかり使っててへたってるんですけども、これからはちゃんと愛着もう一回沸かして、吉田スペシャルっていう吉田スペシャルっていう名前にこいつは名付けてるんですけども、こいつをまた現場で活用するようにもう一回愛情を込めて使っていけるように動画を作りたいと思いました。今回初めての作品で、今まで携帯で撮ったやつとかをつなぎ合わせて編集してやっていくんですけども、さあ行くぞ。ちょっと編集も初めてで、すごい見にくい映像になるかもしれませんが、ちょっとそれなりに頑張っていきたいと思いますので、もし気に入ってもらえたらチャンネル登録と高評価してもらえたら嬉しいです。これからは電気屋のねハウツー動画というか、こんなことやったらやりやすいよとか施工のやり方的なものをメインでやっていって、あとはDIY とか好きなんでそういうのもアップロードしていけたらいいなと思ってます。じゃあ画像の方へ。はい、ここからは取りだめしていた動画に解説しながらやっていきます。だらだら語っていきますが、まあ、我慢して聞いてください。ネットでいろいろ調べたり専門家の人に聞いたりしながら、今回のリメイクやったんでそこそこ参考にできると思うんで、真似したい人はぜひ真似しちゃってください。ちなみにこの腰道具なんですけども、僕の空調工事の師匠が新しい腰道具に買い替えたからタダであげるわって言ってくれたんですけども、さすがに悪いんで1万円で譲ってもらいました。このニックスの腰道具なんですけども、実際10万円ぐらいはするものなんで普通にラッキーですね。で最終的な仕上がりとしてはこういう形になったんですけども、これも参考にさせてもらった人がいまして、インスタでフォローさせてもらってる人なんですけども、まあ、こんな感じです。はい、まあ、こんな感じを目指して、今からやっていきますんで楽しみに見てください。それでは洗浄編の説明に入っていきますね。まあ、洗う前に錆びる可能性があるんで金具とかは全部バラしてください。でさっきの動画で流れてたんですけども、はじめにメラミンスポンジで水に濡らしながらざっくりと汚れを取ります。で今タイマー映ってたんですけども、30分水につけてください。はい、30分のつけ置きが終わったんで今からゴシゴシと洗っていきます。100均のたわしで全然いけると思います。あとちなみに普通に自分の家の洗面台でやってるんですけども、この後結構汚れたんで会社とかでね、できる環境の人でしたら会社とかでやった方がいいと思います。ちなみに洗剤なんですけども、ちょっと高級品なんでめっちゃ調べたんですけど、弱酸性はレザーにも優しいみたいなんで、これもまた100均で買ってきて使ってます。100均で十分です。もし動画で分かりにくいとことかあったら気軽にコメントでもメールでもください。僕底辺 YouTuber で、まあ、YouTuber っていうか YouTuber って語ったらあかんただの動画投稿者なんで、まあ、コメントもほとんど来ないと思うんで全然返す時間もあるんでね、冷やかし以外は全部返事返すんで、どんどん何でもコメントでもメッセージでもしてください。はい、洗い終わりましたね。だいぶ綺麗にはなったと思うんですけども、僕の師匠が18歳から36歳まで、使ってたやつなんで18年の勲章がいい感じに残ってますね。てか18のねボンさんの時からこのニックス揃えるってめっちゃいかつないですか。僕19歳で電気屋やりだしたんですけども、辞めはった人のやつとか倉庫に転がってるやつとか適当にセッティングされて、そ
それで2、3年やってましたからね。あと今後のこのチャンネルの方針とかね、まあ、語りたいんですけども、カオカス編始まったんで、まあ、それはまた自己紹介動画でも改めて作ってまた紹介させてもらいます。ちなみに僕は部屋干しで干してます。天日干しの方がねいいとかね、部屋干しの方がいいとかいろんな意見があったんですけど、なんかカスカスになったり雨降ってきたりしたら嫌やったんで、僕は扇風機とサーキュレーター24時間当てまくって乾かしました。まあ、ちなみにこのホテルにあるような洗濯物干しなんですけど、 Amazon でね2000円ぐらいですかね、使わないとき収納できてめっちゃ便利ですよ。まあ、てな感じでご視聴ありがとうございました。次は塗装編をアップロードしたいと思います。これから頑張っていくんで、チャンネル登録と高評価してもらえたらめっちゃ嬉しいです。かっこよくエンディング映像も流したいんですけども、僕素人で作成時間めっちゃかかるんで、まあ、エンディングは今度の機会にします。じゃあさよなら。